寒い。電波で俺らを殺そうとしてる人間。セーフ。腹立つな。すごいね、ケン。雨の音。6時。寝ます。ケン、やんだ。本当だ。行きなさい。え、今何時？結構寝たかな。7時半。やば。寝たね。まあ。でも、なんか天気雨だったのかな。明るかった、ずっと。うん、実は明るかった。お腹減った。降ってきちゃった。ねえ。なんでたの？帽子いいな。あ、おしゃれやな、帽子。剣も持ってるし。どう？あ、綺麗だ。雨だけど綺麗だ。なんで雨降ってんだろうってぐらい明るい。本当だ。剣カメラ。カメラね。隠してやる。あれ。ちょっとタープに走るわ。タープの下に。うん。おお。え？晴れてるよ、向こう側。うん、え、でもあっちの方が多分流れが。あ、そうか。なんか強くなってきたね。うん、寒い。まあ、せっかくだからここで食うか。うん、まあ、またやむしょ。うん、薄いもん、雲。寒くない。優秀や。今日はハンバーガーとコンソメスープです。ケンがハンバーガー食べたいって言ってたよね。いや、普通のハンバーガーじゃないよ。モスバーガーでしょ。ああ目指せモスバーガー。モスバーガーただ家で2枚だけレタス、うん、もうハンバーガーのサイズに切って持ってきたんだよね、うん、それ今開けたらデロンデロンになってて色もやばかった。なんか、いや、新鮮な買ったばっかりのやつだったんだけど、多分水分でびしょびしょになっちゃって、なんかジップロックに入れてたらびしょびしょになっちゃって、もう使い物にならないぐらいデロンデロンだったからなくなっちゃった。レタスが玉ねぎとトマトでなんとか、うん、しかもモスチーズはレタス入ってないからね。玉ねぎ、玉ねぎ、確か細かい玉ねぎじゃん。まあいいんじゃない。なくてもちょっと先にブース作ります。ブース、このブースうまいよな。何の変哲もないブースです。玉ねぎ、人参、シャウエッセン。一人何本ですか？2。あれ待って、いっぱい入ってる。やばい、めっちゃ入ってるやつ持ってきちゃった。さすがに5本は入れすぎだから、1人2だ。これ持って帰ろう。こんにちはね。どれぐらいだ、薄味。もうできた。ちょっと胡椒とブロッコリーもあるの。これはもう家で茹でてきたので、
入れてすぐ止める。完成です。私のお母さんさ、うん、高校生の時マックで働いてたらしくてさ。ああ、なんか言ってたね。で、この玉ねぎの切り方、うん、あ、教わったの？マックで教わって、うん、お母さんがね、うん、で、私もそれを小学校2年生とか3年生ぐらいの時に教わって。あ、もうその頃習得したの？こうやって切ったらいいんだよ、みじん切りよってめっちゃ得意げに教えられたやつを、うん、調理実習とかで、うん、得意げに披露して私はみんな褒めてくれる。超立派なトマト、家で使ったやつ持ってきた。あ、分厚めだよね、モスって。うん、こんなんじゃない？あ、うん、そんな感じだったような気がする。モスバーガーって美味しいよね。はい、なんか味シンプルじゃん。うん、フレッシュ。なんかすごい特別な野菜使ってない？しかも特別な野菜使ってるなんか農家直送、なんかこだわり抜いた野菜みたいな。へえ、知らんかった。切るもの OK ですか？うん。じゃあスーパーで買いました。はい、肉汁たっぷりハンバーグ肉汁たっぷりハンバーグ。ハンバーグを一からこねるにはなれなかった。普通に買いました。バター、いいね。いいね。おお、いいね。地道。最悪。焦げちゃった。これはオペか。オペ。オペしないと。いいぞ、行くよ。バンズはファミマでゲット。これ結構苦戦したよね。そう、近くのパン屋さんとかスーパーにバンズがなくて、うん、調べたらファミマに売ってるって書いてて、うん、ファミチキを挟むやつらしいんだよねファミチキバンズ。なんかタルタルソースついてるっぽいけど、うん、まあまあいいか。玉ねぎ、おお、あんま入りきらないかうわ、めっちゃうまそう。気をつけてね。うわ、トマト入るか。入んないわ。これもう切っちゃうね。そうだね、つながってたけど切っちゃいました。ソースは、あ、ソース、ソースはね、スーパーで買ってきたトマト&バジル。パスタソースなんだ。スプーンないんだよな。ちょっとだけソース、箸でのせ、スプーン忘れました。またもや、こんなもんかい。なんかあんま乗せたら垂れそうだよね、うん、で、トマトまで大丈夫かな、これやばくない？いや、トマト一番下のが良かったんじゃない？なんで玉ねぎの次に行かなかったんだろうなって俺思ったけど。名付けて？デカバーガー。デカバガ？デカバガ。モスバーガーにならず。雨がちょうど止んだ。うん、食べなさい。ハンバーガー。食べなさい。熱っ。いや、うまい、素晴らしい。あ、めちゃめちゃいいよ、朝に。うん、じゃあこれ食べるよ、うん、これ絶対こぼれる、うん、100こぼれる。うまい、うまい、めちゃめちゃうまい。うん、うまければ OK です。めっちゃうまい。どうやって食べよう、うん、うん、うまっ、めっちゃうまい。モスだわ、普通に。これあれだな、トマトやっぱ別で。この眺め見ながら朝食ってマジでやばい、幸せだわ。うん、うん、え、めちゃくちゃおいしい。めっちゃうまい。
めっちゃ食べづらいけど、うん、これなんだろう、このファミチキのタルタルソースがうまいのかな。なんかいい感じの味入ってない？それもあると思う。いい感じの酸味きてるよね、うん、ファミマのバンズおすすめ、うん、最近こういうおしゃれなのやってなかったよね。あんまおしゃれにやらなかったけどね。汚くなっちゃった。なんかインスタとか見てたらめっちゃ綺麗な人たくさんいるじゃん。どうやってそんなおしゃれなの作れるんだろうなみたいな、うん、なんかもう完成が綺麗すぎる、うん、あとあのテーブルのさ上の配置めちゃめちゃおしゃれじゃん。こちら見て、玉ねぎ飛び散ってる。みんな綺麗だよね。チェックアウトまであと45分。やばいか、うん、これ耳袋に入れるだけだからね、うん、もうコーヒー飲んでる時間はないかもね。コーヒー飲みたかったね、この景色。いや今日の夢怖かったな、マジで。剣うなされてた。テントに朝方男の人たちが近寄ってきて電波で俺らを殺そうとしてる夢。めっちゃ怖かった。何度も起きたもん。3回ぐらいなんかうなされて起きた。夢の中で助けてって叫んだんだよ、うん、他のキャンパーの人たちに聞こえるように、うん、誰かみたいな、うん、声出てなかった。大丈夫、出てなかった、うん、昨日の夜寝る前にそういう YouTube 見たからでしょ。なんか女子、そうだ、女子ソロキャンプの、うん、あ、そうだ、なんか、うん、男の人たちがテントの外でうろついて怖いみたいな YouTube 見たんだよね。そうそうそう、それ寝る前に見たんだ。そうだ、それだわ。もうウィンナー2本食べて、もう食えないぞ。俺のウィンナーに触るなよ、うん、ホワイトビーチ行きたかったけど砂べちゃべちゃかな。べちゃべちゃでしょ今日は。残念、今年1回も海行ってないのに。今年っていうかもう3年ぐらい海行ってない。海行きたいね。湘南行きたい。とりあえず行きたいよ。片付けます。嫌だよな。ちょっと動画に残します。でも今やんでるから一瞬。そうだね、やんでよかった。今土砂降りだったらもう泣いてた。うちらも土砂降りになるからさ、うん、私なんて今日カッパ持ってきたんだよ。えらいえらい、カッパ着てるところ見たかったよ。私も見せたかった、披露したかった。剣に着せようとしたんだけど。ダッサいやつなの？いや、かっこいいやつ。え、かっこいいやつ。真っ黒で、え、かっこいい。こういう帽子がセットになってる。え、めっちゃいいね。着る？雨降ってないけど無駄に着る？結構面白い感じになると思う。うちら今日ゴミ袋忘れたんだよね。レクちゃんびしょびしょなのにどうやって入れて帰ろうって言って、うん、管理棟のおじちゃんにゴミ袋売ってますか？90リッターとかの聞いたら段ボールならあるかもしれないっつって段ボールくれたんだよ。でも段ボールめっちゃちっちゃくて、で、なんかすごい悔しそうな顔してたんだ、おじちゃんで。あ、大丈夫です、わかりましたって俺戻ってきたんだけど、その後に車でブンブンってきて、これ使ってくれた、優しい、優しい。で、ケンがヒーローだってずっと探してたんだろうね。優しい ね、 ね。これでゼクちゃん入れて帰れます。おじちゃんめっちゃ優しいな。道北の人優しい。確かに、道北の人も優しい。またポツポツ来てる。やばい。やばいやばいやばい。ちょっと汚いように見えますが、一応綺麗にはしまいました。終了です。帰りましょう。帰りましょう。なんか雪に慣れてるからさ、結構雨余裕かも。うん、雪のは過酷じゃない？まあね、慣れたわ、俺らも。てか天気が良ければ OK。 あ、なんかずっと天気良かった今日。お別れか、この景色とも。ビーチ行く？あ、ありだ。来ましたよ、ゴールデンビーチ。その名も
ゴルビ。ルモイにはゴールデンビーチっていう黄金岬っていうんだよね。ああ黄金岬っていう岬があって、その横にあるビーチのことをその黄金と関連してゴールデンビーチと、それを略してゴルビ。いいね。有名だよね。うん、めっちゃ有名。ドリビと混ざるんだよね。うん、入れないのこれ。いや、有料って書いてあったから。あ、ちょっとそこで足チャポチャポしようと思ったけど、なんと駐車場が有料だったので諦めました。いや、5分ぐらいチャポチャポするぐらいだもんね。さすがに、うん、もったいないよね、それで有料の駐車場は。そうね、塩っぽくなるぞ、島が。今初めてだ。波の音いいな。なんか綺麗じゃない？透き通ってる。湘南の海とかってさ、こういう昆布とかないの？いや、あったし、一回行った時さ、なかった。沖縄にはないよね。なんかあんまりないイメージ。いや、ルモいいね。落ち着く、心が。綺麗。ね、普通に入りたい。やばー、濡れちゃった。最悪。セーフ。腹立つな。着きました、砂川ハイウェイオアシス。前も一回来たよ。違うんだよ、ケン、行ったことないし。あっちだよ、あっちの奥。あっちの奥、奥にもあるの。あっちが、奥がハイウェイオアシス。 あっち側に行くってこと？子供の国行ってみるか。お金かかんのかな、入るのに。あ、駐車無料って書いてるよ。あ、どういうこと？え？ ETC なんだ。砂川っていう町があるんですけど、その砂川のサービスエリアはハイウェイオアシスになってるんだよね。なんかよくさ、高速から見えるあの城みたいなやつ。あ、そうかもしれない。県ハイハイウェイ。ああ、ほら城だ。あ、すごい。県ハイウェイオアシスって知ってる？知らない。ハイウェイオアシスっていうのは高速道路とその町の公園とか商業施設が一体となった場所のことを言うんだよね。なんで知ってる？また今日も調べた。だから全国にそのハイウェイオアシスっていうのはたくさんあるのさ。うん、でこれが砂川のハイウェイオアシス。へー、知らんかった。でもあるんだね。あんまり北海道にはあんまりないんだよね、その東京とかさ、うん、か本州のふもとっぱらもし行くんだったら、うん、サービスエリアがでかすぎて一個一個すごいので、うん、そこいちいちそこで時間食っちゃって全然前に進まないですよってさ。あ、来てた。フォロワーさん教えてくれたでしょ、うん、なんかこういう感じのすごいやつが多分本州だったらいっぱいあるんだよね。道の駅みたいな感じは。なんかもうほんと遊園地みたいなレベルのとか、ショッピングモールみたいなレベルのとかがついてたり。行ってみたいな。北海道はあんまりハイウェイオアシスがないっぽい。島いるかな。いるかもね。お城。お城です。初めて来た。こんな大きいんだ。うん、多分昔来てるんだろうな、親とさ。おお、ちっこいの。よく見るよね、あの鳥。そろそろ覚えたいな、あの鳥の名前。飲みたい、飲むヨーグルト。1個買おう。すごくない？毛ガニ。毛ガニ、ウニ、ジャガバター、チーズ。すごいな。シジミだし、塩ピンズ。これ絶対うまい。センスいいな。修学旅行生がいっぱいいて、バス止まってたもんね。めっちゃチーズとかにみんなテンション上がってて可愛かった。野菜の量すごくない？果物もあるし、うん、卵もあるし、いろんなの。卵綺麗だね。おしゃれだね、パッケージ。色味好き。すごいわ、ここのサービスエリア。キャンプに行く前とか良さそう、うん、ちょっとソフトクリーム迷ってるんですけど、一
北かろうかな。アイスの家か北かろうかってことだよね。うん、北かろうかな。とうきびチョコ敷いてやるやつ美味しそうじゃない。どうだろうね。北かろうソフト。北かろうっていうのは北海道のお菓子屋さんです。深川だったりして。あ、あり得る。砂川です。砂川、あ、そうなんだ。ここ本店なんだ。ここっていうか、ここは本店じゃないんだけど、うん、砂川なんだ。和洋菓子店。いただきます。うん、バニラだね。バニラでも美味しい。結構甘めってこと。うん、牛乳っぽくはないけど、うん、美味しい。濃厚で、この下の、うん、それ美味しいよね。とうきびチョコ大好き。止まらないよね。甘じょっぱくて。とうきびチョコ大好き。食うか。どうでしょう。満足。うん、私のあのぬいぐるみ話しかけるのとかマジで無理なんだけど、友達の顔今浮かんだ。大親友が、大親友の顔がそれだけは無理っつって今ちらついた。 YouTube 見れないって言われるかもしれない。気持ち悪くて。もうなんか縁切られてたらどうする。ケイトマジごめん、さすがに無理だわ。連絡してももう帰ってこないかもしれない。ケン食べる。え、食べるよもちろん。バニラですね。しっかりバニラ。これはもう迷いなく、うん、バニラ。正真正銘のバニラ。うん、うん、うまいね。このとうきびチョコめちゃくちゃうまい、うん、これうまい。なんか北海道といえばとうきびチョコで、うん、あの堀のやつとかも美味しいんだよね。分かんない。何それ。堀のとうきびチョコ一番有名じゃない。多分空港とかにいっぱい張り紙されてる。なんかオレンジのパッケージ、黄色いパッケージ。いろんな会社で出してんの。とうきびチョコ。道北キャンプどうでしたか。最高。人がいい。苫前のおじちゃんよかったね。本当助かった。いや、しかもね、海鮮屋さんの人とか、その海鮮屋さんを教えてくれた町の人とかもめちゃくちゃ親切で、うん、確かにそうだった。なんか外国かなと思うぐらいのなんか歩いてたら話しかけるみたいな。うん、ほっこりした。星もめっちゃ綺麗だったし、うん、星撮りたいな。ちょ、真剣に撮りたい。次だね。また行きます。本日大丈夫。おばあちゃん。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。ちなみにここにはね、この島の仲間はいなかった。あ、探した。うん、違う島はいた。このシリーズはいない。はいない。アビラ町だけかな。苫小牧。あ、苫小牧。定山渓にもいるそうです。あ、そうなの。温泉の売店にめっちゃ売ってる。マジ。そうなの。友達が教えてくれた。じゃあねー。